美味しくいただいたところでね、撮影再開。まあ、この辺り桜堂とかね、さっきからね、山桜とか出てますね。まあ、吉野、この辺りは、この辺りも全部これ桜なんですよね。とにかく桜で有名なのが、この吉野山と。まあ、一般の方でもね、皆さん、桜といえばね、まずね、パッと思いつくのが、ソメイヨシノってあるじゃないですか。ソメイヨシノっていう名前の由来になってるのはここなんですよね。ソメイヨシノの名前の由来は、もともと江戸の中、ソメイ村という、村があって、そこのおびき職人さんが、こう、ね、いろいろと、掛け合わせをしてですね、作った園芸向けの、桜を作ったと。それが、その桜をですね、当時もうすでに、この吉野の、さあバッテリーが消えちゃいましたけどね、まあそういうことです。で、ということでね、まあ、江戸の職人さんがね、作った品種に、吉野という名前を付けとった。ただしですね、これ園芸用の品種、この辺り吉野山に咲いてるのは、山桜、昔ながらの山桜。ということで、これだとね、吉野の桜とね、に咲いてる桜とね、混同しちゃうんじゃないかということで、そのソメイの名前を取って、ソメイ吉野という名前で、広く定着したということらしいです。ということでね、この辺りはつまりその江戸時代には、もうそれぐらい、もう桜の名所として江戸にも知れ渡るような、すごい有名な、由緒ある、山なわけですね。で、まあ、これと掘ってずーっとやると、まあまあな距離がありますんでね、私でね、今回はね、この後まだ尺度からね、合成に、まあ、安倍の橋からね、本当はね、あっちですね、難波の方ぐらいまで出たいんですけどね、さあ、間に合うのかどうか、さあ、こっちに行くと、ケーブル乗り場があるんですね、吉野区ですね。あちらにね、この辺り、千本桜がね、有名ということで、こんな風にロープウェイがあるんですね。オフシーズンということもあって、すごく静かですね。へぇー。あ、こんにちは。あ、いいですか、じゃあ。はい、もう出ますよ、今やったら。あ、わかりました。うん、往復でじゃあ。800円です。はい。わかりました。どうもありがとうございます。しまいか。ね、ここから出てたらいいね。あ、こんにちは。そかそか。まだいるよ。50分ね。大丈夫？こんにちは。こんにちは。まだ大丈夫だよ。こんにちは。はい、どうも。こんにちは。結構綺麗な。まあでもさすがにこの辺りもね、ピークになったら多分だいぶ忙しいんだとは思いますけど、さすがに、桜のね時期でもないですからね、年末年始に来るところではないんですね。まあ大体の皆さんね、ここに来るって言ったら青のシンフォニーに合わせてくるでしょうし、あ、そうと言わせてましたけど、こんな感じね、切符ね、ね、吉野山が千本口、ね、千本桜もってことね。ボタンが取ろうか、よし取ったしね。いや、あいつと取ったここか、鮎の塩焼きって写真でね目してるやって気上がりましたからね、どうしようかなって、ところだったんですけどね、パッと乗れそうだったんでね、勢いで乗ってきましたけど、いや、なんか私一人だけのためにね、動かしてもらうというようなあれで、まあと思ったら、15分ごとにこう止めて動かすんですね。
ユネヤマのロープウェイとはちょっと違ってケーブルカーみたいな動かし方でしたね。2台がそれぞれ行き来するようなへーっていう。ユネヤマのロープウェイは一周ねぐる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 と回ってますけど、まあ多少勝手が違うんでしょうね。ユネヤマの方のはだいぶ長いですよね。まあ、こっちでも往復800円安いですよね。千本桜のところに初出てね、初の映像を知って、いや、美味しそうな、不気味だよね。まあ吉野葛って言ったらまたこれも有名ですからね。葛餅もね有名ですもんね、こっちの吉野本葛、吉野葛の吉野屋さん、測ったような名前がいっぱいありますね、この辺りは。伊勢神宮神楽殿奉納、あ、そうなんですね、花蔵かな、神楽かな、オーガニックコーヒーの、あ、今日は閉まってるんですね、残念。いやー、しかし景色はすごいやっぱしいいですね。そうと足に行きますけど、あ、ここでも柿の葉寿司あるんですね、氷太郎。ようやく販売のみなんですね今日は。あらあら、なかなか思いつきで来てるとこういうのにねうまいこと目くり合わないですね。ちなみにこういうところでねこう歩いとると私よく道を聞かれるんですよね。この前もねあそこで、あれは何でしたっけ、綾部でしたか、あの京都のね綾部行った時もね初めて行ったところにね、この列車に乗ったらいいですか、どのこの駅って止まりますかとかねバーッと聞かれてね、全然わからんっていうねことがありましたけど、まあ旅館も多いんですね。で、なんか出てきましたね、国宝仁王門大修理。あ、今修理中なんです。なんか私が行くところいつも修理しますね、この前の人もお酒ね、だらにすけお酒屋さんがいっぱいあるんですね。でかな、この辺りのあれ宿に脅すのみかな。おおおおおおや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 、すごいとこ、おおすごいとこ攻めてきたな。よいしょ、なんか今日は、神戸ナンバーばっか来るんですね。これが、ああ、土曜日はこんな感じない。これは、これで、金布戦士ね。危ない危ない。全然読む方。ね、金峰さんとか、そんな、あれかと思った。金布戦士ね。世界遺産になるくらいですか、めちゃくちゃ有名なところだっていうのはね分かるんですけどね、この予備知識のなさがね、行き当たりばったり感がね、ちょっとせっかくですからチラリと見ていきましょうか。中はちょっと撮影はさすがにあれですよね、そうですね、こう受注ですもんね、すごいな、めっちゃ強いなこれ。あ、でもあそこよりのんぶり安い、あのこれはもう江田島のね八幡宮よりはあの階段の段差が一定ですからね。あそこの江田島はすっごいランダムでしたもんね、あれ怖かったですよ。よいしょ、すごいなんかいっぱい貼っとけてある。すごいなんか相当優秀のありそうなありますね、聞くのもんではないなね。やなかなか読みにくいですけど、でも、書いて大阪宝泉港、書いてある字の感じからすると明治以降大
明治後期か大正くらいの感じなのかな。うん、ちょっと何のね、あれかよくないですけど、こっちはまだ読めますよね。姫路の、これから、ほうとうさん、33度くよ。33度ですよ、それ。まあ、いろいろここに書いてますよ。いろんな、あれですね、いわゆる、ね、88箇所の暗記じゃないですけど、世界遺産の詳細ですね。さすがに同姓同名はいなさそうかな。こういうとこ見るとついて確認しますよね。ワンチャンスいる名前ですからね、私の名前。山田さんは何人かいますけど、私と全く一緒の名前の方はいませんでしたね。下の名前知るかな。宇都京さん、やっぱ近鉄なんですね。そうですよね、こちらの手ですもんね。あ、ここに書いてありますね。吉野さんの歴史年表。天智10年。天智天皇の天智。671年。671年に、金峰さんに、この、金峰戦、金峰戦、三条。これで伏線って思うんですね。金伏線三条大峰山で、座宝権現を、監督し、その姿を桜の木で刻んだと伝えられる。そんな古くからですね。すごいな。671年だって、平城京ができたら710年でしょ。平城京ができる実に40年前ってことですもんね。ね、これは、ね、そうです。奈良時代以前って書いてありますよね、本当に。で、で、ちょっと、まさき、こういうのね、こういうのね、パッと見るとあれですかね、こういうのね、意外とね、写真で撮っとくとね、後からね、見て、ああ、なるほどなーってじっくり読みますからね、いいんですよ。結構社会学部でね、地域社会学のやつとかやるときに、こういう資料ね、よく博物館とかに行くといろいろ書いてあるじゃないですか、ね、いちいちね、完全には覚えれませんからね、やはりね、撮れるところでね、撮影禁止のやつはダメですけどね、これしかし、ノンフルートになるとなかなか大変ですけど、まあ、速度からくるっと回った方が楽かもしれませんね。まあ、せっかくなんでね、登りますよ。ここ何がこうやって、手すりもなんもないですからね。よいしょ、よいしょ。これ見た目ね、ほぼ手ぶらみたいになってますけど、まあ、手ぶらにしてるんですけどね。言うて、荷物はそこそこ重たさありますからね。泊まりがけの旅行ですから。ただどこ行ってもこれ泊まりがけの旅行してる人には見えないわけですけどね。よいしょ。あら。おお、ちょ。あるね。小巻か。今日は結構強いしますね。あ、そういえば、近日なんかこんな追加のキャンプやってましたね。さっき特急列車にずっと乗ってきましたからね。映してませんでしたけど。豪華期間に恋愛上昇。走ってたね。まあ何せ、沿線にいっぱいお寺さんありますからね。例えばあっちから登ってくるのかな。来週です。肝心受付ところでいいのかな。肝心の読み方が結構私もこの辺りであると。でも立派だな。いや、これ立派ですね。すごいな。で、昔ながらのというのがね、わかるのはこういうね、お寺の中にね、天目があるというのはね、神仏分離をね、しっかりやる前のね、ところにできたという、ところなんですよね。意外と京都に対するとね、しっかりと分かれてますからね。奈良は比較的、近寄っとるというね、都の中にお寺もあるしというね、違いがあるなんて話を聞いたことありますけど、あんま詳しくないんでね、そのあたりは。よいしょ。
まあ私詳しいところがあるのに、何だろうか、なんか脳天の神、首から上の守り神、そういうね、そんなマニアックな守り方あるんですね。これまた相当急な赤いなんですけど、いや、今ね、中の方もね、お堂の中ね、ちょっと拝観させていただきましたけど、いや、すごいですね。まさかね、世界遺産になってるね、さすがですね。いろんなものがありますね。さすがにね、撮影禁止ですか、当然撮影はしてないわけなんですけど。いやー、そのね、結構、相当にね、歌手の方のね、職人の手、ね、その、いろんな技術を感じるね、特に木造関連のね、木で作ったもののね、細工とかそういうのがすごいですね、それが感想ですね。いや、今、頑張って、頑張っていきます。